のの診療院です、えー。5月5日時点でですね、えー、東京都の感染者数と検査人数をですね、ちょっと出してみました。これ1週間ごとなんですけれども、えー、3月23日から29日3月30日から4月の5日、えー、4月の6日から12日4月の13日から19日、えー、4月の20日から26日27日から5月の3日。 という感じですね、まあ、4日から10日までのところは、えー、まだ出し途中ですけれども、えー、こんな感じになっております、まあ、月曜日から、えー、日曜日までの、えー、総数をこう比較しているという状況ですよね、えー、感染者数が3月23日の時点から29日の週は2926031037 えー、この辺がやっぱピークだったのかなっていう感じがしますよね。で、827、659と。で、えー、5月4日、5日で合わせて145ということで、これからプラス、えー、10日までの部分で増えていくだろうというところが考えられますかね。で、検査人数、検査数じゃなくて、検査された人数ですね。えー、3月23日か29日の週は、 えー、その次が1,4972,2591,9382,0211,784、えー、とで、えー、4日の週はまだちょっと検査人数が把握できてない状況ということになってますね。でこれが、えー、検査した人数から、えー、感染者の割合は。 どうだっったかっていうところですけれども23日か29日の週は、えー、28.3で次が40.245.952.440.936.9 40. ということでまあだんだん減ってってるなって感じが、えー、ここでも見受けられますかね。そうということで、えー、ゴールデンウィーク入ってもですね検査人数はかなり えー、多い傾向があるんで休みの日もちゃんと稼働してるんだなっていうのはこれでも分かりますかね検査やってらっしゃる方も大変だなというふうに思うんですけど大変頭の下がる思いですよね。はい、ということで、えー、こういうふうに数字で並べてみると、うん、まあピークアウトはしてるなって感じはしますよね。はいまあ、ただ気は緩めないように えー、してこのまま減っていくように、えー、祈るばかりなんですけどもね、まあ、できればですね、あのー、ど,うするどうして、えー、感染の経路を、えー、どういう接触感染なのか飛沫感染なのかその辺のところをですねもうちょっと、えー、詳しく、えー、解明できればよりこちら、えー、国民としてもですね都民としても 対応がしやすいかなというふうに思うんですけどもまあ海外の、えー、臨床の研究とか、えー、成果として挙げられてるのはやっぱり接触感染が一番、えー、大き強いんじゃないかということが言われてますよねですので目とか鼻とか口とかを触らないように気をつけるということとあとはスーパーマーケットの商品とかにウイルスが付着してる可能性がありますので、えー、ちゃんと、えー、スーパー行って 買い物ししたたららっ、えー、っかり手を洗うと終わったらで、えー、お料理する時もですね、えー、何かスーパーの商品に触るようなあればその都度手を洗うように気をつけるっていう風な感じにしていただくとおそらく、えー、感染のリスクは減らせるんじゃないかなというふうには思いますよねまあかこれで絶対感染しないっていうことはですねもう口が裂けても絶対言えない状況なんですけれども、えー 感染リスクを減らす方法としては、まあ、手,と手をしっかり、えー、頻繁に洗うということと口と目と鼻をできるだけ触らないと、えー、そういう意味でのマスクとゴーグルっていうのを、えー、しっかりやっていただけるのはいいかなというふうに思います。ねええー、と緊急事態宣言が5月の31日まで延長されてしまいましたけれどもそれまでの間にできるだけ、えー 自粛要請が緩和されることをですね願ってやまない今日この頃ろでございます。ということで、えー、今回はですね5月5日の時点での東京都の感染者数と検査人数の比較をしてみましたので、えー、いう動画でした。